そしたら、普段クラリネットのレッスンと、はい、あとまあこれからアレクサンティクニックの先生もなられるということで、うん、今日は指導について質問と話したいことがあると聞いてるんですけど、はい、何でしょう。その指導者がいろいろ生徒にこう言う言葉遣いだとか、うん、その雰囲気作りによって生徒の学びが結構、うん、なんていうか緊張感のあるものだとか、うん、すごく安心して学べる環境になるっていう、先生の在り方によって全然変わってきたと思うんですけど、そうですね。アレクサンダーの先生たちはすごく安全な場作りっていうのがうまいなと、うん、僕もはい、あ、よかったで除外されてたらどうしようと思って本当に時々怖い、時々怖い、そんなことない、そんなことないです全然そんなことない、うんうん、なので、まあ、自分がこれから教える立場になった時も、うん、まあ、それは心がけてるんですけど、うんうん、具体的になんかこう、うん、前提にしてることとか、うん、なんかそれを、うん、まあ、心がける理由が多分大事なんだと思うのね。まあ、微妙な話だし、うん、なんか裏表の関係に聞こえるかもしれないけれども、うん、僕の考えあるいは言い方としては、うん、あまり微妙なことでも裏表でもなくて、うん、割とはっきり違うっていう認識なんだけど、うん、それは今まで自分が怖い経験をしてきたから、うん、怖くないようにしようっていう考えというかモード、流れでその安全な場作りを考えてやろうとするのと、自分がやりたいレッスンとか実現したい学びにその安全な場作りっていうのはとっても役に立つから、よし、ぜひそれやってみようっていう意識流れとでは、実際に安全な場作り、雰囲気作りっていうものを考えたりやろうとするときに、やっぱり後者の方がだいぶやる本人が楽だと思いますね、うん、前者だとその安全な場作りってことに関して自己否定的かつ完璧主義的になって、ちょっとでも生徒が怖がる素振りを見せたら先生側が、あ、やっちゃったみたいな、ちょっと自責の念をね持ったりとかしやすいので、その辺はどうですか。そうですね、こう何か指摘をするとか、うん、注意しなきゃいけないとか、うん、その必要な時にはこう指導というか、うん、こう指摘っていう部分で、うん、すごく危険に感じる時と安全に感じる先生と指摘された時に、うんうん、いるので、その辺がその自分がもし指導者になった時に、うん、そのやりたいレッスンの中で叱るっていう考えとか、その生徒に伝わることをどう考えたらいいかなと、うん、ということはこれ割と中学生、うん、高校生の話をしてる今。いや、そんなことない、そんなことない、大人も、うん、大人相手に叱りますかね、うん、叱るというか気にする人はするじゃない、それが、うん、こう注意だと思う人が、うんうん、大人僕はもう断然大人とのレッスンの方が多いからだと思うんですけど、うん、その他の人の学びを妨げること、うんうん、時とか、あるいはなんていうのかな、レッスンが30分だとして20分遅れてきて、先生10分じゃ嫌ですとか言ってきたりとかっていう、そういうルール違反というかね、うん、そういう時には、うん、なんていうのかな、拒否、ノーを言ったり、うん、注意をする、うん、大人同士でも押さないでくださいとかさ、うん、ルールのところでは言うけれども、うん、そういう場が生じたらね、うん、それ以外では、うん、基本的に大人にそういうルールみたいなものを教える必要がないし、あとはやっぱり大人を教えるときは、あなたの学びの責任はあなたにありますよっていうことだと思うんですよね、うん、それがまあ中学生高校生までだと、まあ日本の大まかな環境で言えば、
そのあなたの学びの責任はあなたが持つんですよっていう前提に立つなら、それをおそらく事前に説明したり、私のレッスンであれば今日の講座ではそういう風にやるからって、皆さん慣れてないかもしれないけどやっていきましょうみたいなね。だからそういう意味では、その講師として持ってる価値観ルールを、必要に応じて事前に説明するっていうのが一つ安全な場作り、あの僕のブログにも安全な場作りに関する簡単な記事があるんだけど、そこでもその場のルールを、共有して、合意してるっていうのはありましたね。まああとは中高生だったら、音楽の先生、クラリネットの先生としての先生生徒としての関係の他に、普通に人間としての面が未熟だったり、ルールが分かってなかったりするときに、あの押してくる大人に押さないでくださいっていうのと基本的に同じ意義で、遅れるときは連絡するのよって本当に知らないかもしれないから、そういうところの注意で、それが状況によっては叱るっていう強さになるときもあるかもしれない、っていうのは僕の考えかな。だから大人相手に基本的に叱るっていうことはない、ルール違反したのみの時、場合のみ、ちょっとねこれを今全部文字に起こしたらちょっと論理的なつながりははっきりしてないところもあるけど、なんか良かれと思って、その例えばレッスンをしてて、ここの箇所が難しくって、受けないところ一緒にこう、こう詰めるというか、たくさん一緒に練習をしたりしていくと、こうやっぱりできないっていうのがこう負い目というか、一緒にやろうって、できるような方向で行きたいって思ってるんだけど、間違ったりするとすいませんみたいな感じで、特にそんなにこうできなきゃダメだよっていうことは言ってないんだけど、その本人が安全だと感じないのかなっていう、それは和美さんのレッスンの、和美さん自身のレッスンっていうこういうもんだと思ってる前提と相手が思ってる前提が多分違うってことだと思います。だからやっぱりコミュニケーション、私のレッスンでは、すんませんっていうのは、理解不能ですっていうか、すいませんを、すいませんの意味が分かりませんって、そう、それ僕時々レッスンでやりますね、すいません癖があったら、なんか悪いことしました警察呼んだ方がいいですかとか、ちょっと冗談めかしてね、いうことはありますね、からそうですね、その相手の普段、相手の持ってるルール、価値観、文化と自分の持ってる価値観、ルール、文化とのコミュニケーション、すり合わせっていうのが、ほとんどなくて済む場合もあれば、そこに最初の10レッスン費やすことすらあるかもしれない、ボディチャンスに通って1年経ってやっと、あ、ここ自分で学ぶんだって気づく人もいるし、その先生に今日何やりたいですかって聞かれるってこと自体が、聞かれるたんびに何やりたいですかって言われてもみたいな風な、ツッコミが入っちゃう自分の中でっていう人だっていたみたいだし、すいません癖は同じように指摘したことあるんですよ、だけど本人のやっぱりルールがあったんですかね、それをどうほぐしてあげるかっていうのは経験ですかね、安全な、なんかこう自分が持ってる安全な場作りのこうアイディアとかを増やしていくっていうか、そのアレクサンダーの先生たちの前をちょっと知りたい、つまり相手のその和美さんが思ってる有意義なレッスンにするためのまあルールとか価値観、色合い方向性に対して相手が学ぶとはこういうものだ、努力するとはこういうことだと思ってるのが本当になかなか混ざらないときどうするかっていう質問ですよね。自分が提供し続けてればいいのかなと思うんですけど、でもやっぱり相手が
その相手の考えは相手が保持してるものであるっていう前提はすごく大事だと思う、うんうんうん、だからそれを変えるっていうことを僕は基本的にはやってないし望んだことがほとんどなくて、どうするかっていうと、ここのレッスンであなたは何求めてますか、で私はこういうことができます、でその目指す方向を一致させて、それに関そっちに行くにはこういう方法がベストだと思うんですけど、あなたのためにねっていう、でその方法ベストだと思われる方法を取りますか、試してみますかっていう時に、いや取りません、試してみませんって なったところから、もうちょっと相手の考えがに立ち入らなくても、その目的地に向かってどう一歩前に進むかってことで交渉できる、うん、で自分はこう思う、こうやってみたらとか、でも相手の言い分も聞いたらそこに沿う形で、じゃあこれだけやってみるのはどうかなとか、うん、そうやって、だからそうね、そうね、うん、そう、まあ、聞かれて思ったんだけど、やっぱり僕のレッスンはやっぱり目的がより自分の思っているように楽器を演奏するためにどう一歩進むかっていったためのレッスンだっていうことがお互い明快だからってことだと思う、うん、まあわざわざね、あのボディチャンスに足を運ぶ人っていうのは、あのずっとブログとかメルマガ読んでて、あの無意識的にもそういうもんだっていうのは分かっててくれてることが多いから、あの楽器教室とかでクラリネットを教えるという場合は、あのそういう何らかの事前コミュニケーションとかない段階で来る人も多いですから、そういう意味ではそこのコミュニケーションよりボディチャンスで普段見てるよりもっと時間をかけていいんだってことかもしれない、そこかもしれないですね、もしかしたらここで見るのと同じペースで行こうっていうのが頭のどっかにあるのかもしれない、時々僕 あのレッスン動画とかを見た吹奏楽部の指導とかをやってる顧問の先生とか指導員が、あんな風にすぐ変わんないんですけどって、って言われる時があって、でも動画に映ってる吹奏楽部はわざわざ呼んだわけじゃんと、それとあなたの言ってる吹奏楽部はそういう学び方とか情報にどれぐらい事前に接してますか、どれぐらい元から興味がありますかっていう環境前提が違えば歩みももちろん変わってくる、ちょっとすっきりしたかな、なんかこの話に直接関わることで質問しておきたいことありますか、具体的な話だと、うん、そのまあ自分がレッスンしてるそのマンツーマンレッスンに生徒さんは他の場所でこう指導を受けたりすることも団体の中に、うん、でその環境が安全ではないような場所だっていうのを相談を受けたりして、はいはい そうですね、それに対して、うん、どんなどこまでこう介入していったらいいのかっていうのも、うんはい、ちょっと迷ってた、うんうん、あ僕もいつも迷うところなんだけど、相談をしてきたっていうことを僕はなるべく信頼するようにしてます、なるべくこう尊重するというか、そのもちろん指導者同士の現実とか都合で考えたら、自分が提案したことがその人が普段いる環境とか普段関わってる指導者との考えた齟齬を起こして、混乱を生じさせたりとかっていうリスクがね、もちろん思い浮かぶと思うんだけど、でも質問してきたの本人っていうか、だからそこを今はね、今僕はそこを最優先に見るようにしてますね、うんうん、その何にいるのをこうやめてもいいんじゃないっていうのを言ってもいいのか、もちろん本人の選択肢、本人の選択だから、そうその選択肢のいろいろ方法があって、私は
やめた方がいいように見えるんだけど、うん、それをやめた方がいいよって言っちゃっていいものなのかっていうか、もちろんいいです、いいです、うん、でも、うん、言うときに相手もその団に属してるとか、うん、その団の事情とかもあるっていうことを分かった上で、うん、さあ何言おうかなって言うってことだと思うんですよね、うん、何も考えずに言うっていうのとはまた違う、うんうん、けどその周りの事情とかも勘案した時に面倒を避けるから言わないっていうのは、うん、そのっていうのがその自分自身の指導の価値観にそうかどうかって、うん、っていうことだと思う、うん、その勘案した上で私はやめてもいいと思うよっていうのをそれを聞きに来てる可能性だったりした生徒さん、うんうんうん、決断に迷ってるっていう、うん、そうそうそう、その選択肢があるってことが重要な時もあるから、うん、あの先生辞めちゃダメって言うけどこの先生辞めてもいいよっていう、うん、ってことで初めて自分で考えられる選べるっていうのもすごくあるので、うんうん、特に高校生以上は、うん、僕は中学生以下だと、うん、もう少しなんていうのかな両論兵器というか、うん、まあ、でもそれもその相手の話をよく聞いて、うん、メールだったらメールでいっぱい質問します、うん、コメントだったらコメントでいっぱい質問して相手がどんなことを考えててどういう状況にいてっていうことをなるべく汲み取った上で、うん、だからいっぱい情報収集してから、うん、相手のためになるなんだけど、うん、そのためになるっていうのも定義がね、うん、そうなんです、意外とその、うん、相手が望んでいることのためのベストなのか、うん、私が指導者として望んでいることがベストなのか、うん、その接地点はどこな、接着点というかはどこなのかっていろんなことは考えますね、やっぱり、うんうんうん、この間はつい最近はブログで最近高音の練習を頑張っててすごい手応えが出てきたのに、吹奏楽で高校生かな、あのもうファーストやらないでいいってセカンドサードに回ってくれって言われた、であんまり高音も練習しなくていいからみたいな風に言われた、コンクール あの編成の事情なんでしょうけど、それをっていう相談があって、そのすごい気持ちがモヤモヤするとか、あの自信がなくなっちゃったっていうような相談だったのね。だから僕が言ったことは、セカンドサードに回ったからって言って高音の練習やめる必要ないよと、ね、うん、むしろ続けましょうと、で高音域の能力がすごくあるセカンドサード吹きっていうのはトランペットパートにとってもとってもいい存在だし、だからその彼女がセカンドサードに回された事情っていうのはやっぱり把握しきれない、で個人的にはなんていうのかな、その子がそうやって高音に手応えが出てきてるっていうところをこう見てあげられない環境っていうのはどうなのかなと思うけれども、でもその子がそれをどれぐらい表現したか、だから顧問の先生に一回は言ってみましょうねって、こういうふうに高音練習してて手応えが出てきてるからなるべく高音もチャレンジ続けたいんですっていう、とりあえず言いましょうと言ってから次考えましょうっていうのがまず提案したことと、高音の練習を続けましょうねっていうことと、あともう一個言ったのは、ずっとトランペットも続けるならなおさら今ここでそんなことで自信喪失するのはちょっともったいないよと、どんどん高音の練習を続けようよっていうことを提案して、だからあのまだその部活の内部の事情に関してはいろいろがっかりしてたり釈然としない思いもあるみたいだけど、うん、まあ、前向きに練習する気にはなったっていうのはあったので、うん、それが一つの例ですね、うん、その僕自身の指導者としてやっていきたいこととの望みとも一致してるし、うんうんうん、選択肢をたくさんこう、そう思います、提示してあげる、うん、相手のこう、うん、思い詰めてる盲点を把握して、うん、こうも見れるよ、ああも見れるよっていうこと、ただ
それだけだと指導者によっては自分の思いと価値観をある程度表明したり共有することからただ単に逃げてることもあるので、僕は私はこうだからこう思うんだけどこうも見れるよ見れるよっていうのは特に高校生以上になったらやった方がいいかなって思います。あの選択肢がたくさんあるのは迷っちゃうから良くないんだっていうふうにおっしゃる方もいるんだけど、まあアメリカ人だっていうのも深く関係してると思うけど、正直それは納得できないっていうか僕には分からない感覚ですね。僕自身の、なんていうのかな、情報と選択肢の少なさで悩んだことの方が多いので、うんうん、で今っていうふうに俺今も僕の考えを一応表明して私、うんうん、そんな感じで、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。